皆さんこんにちは。いつもはスノー AI というアプリで曲を作って投稿しています。今回は思考を変更しスノー AI を使用した曲作りの過程を動画にしてみました。ボーカル入りの楽曲を生成できる AI ツールスノー AI に大きなアップデートが入り、トップページがリニューアル。ジャンル別の曲やお気に入りの曲一覧、スノー AI が選んだピックアップリストが追加されました。さらに音質の向上と日本語楽曲の生成が容易になったおかげで SNS 上での拡散が加速し、多くの有名作曲家もこのトレンドに参加しています。ここではスノー AI を使用して簡単に作詞作曲をする方法を解説します。この情報が少しでもお役に立てば幸いです。気に入ったらぜひグッドボタンを押してチャンネル登録をお願いします。本当にスノー AI は素晴らしいツールです。私は毎日スノー AI で作成された曲を聴いて感動しています。 AI による音楽制作で日常生活に楽しみが増えました。簡単な作詞作曲の方法、チャット GPT 機の開始。最初にチャット GPT 機を開きます。歌詞を作ります。難しいですよね。有料でサブスクリプションに加入してチャット GPT 図を使用します。スノー AI 専用の歌詞ビルダーを使用しています。これは似顔絵島の村長様が作成したものです。質問に答えるだけで歌詞を自動で考えてくれます。スノー AI の利用開始。スノー AI を開きます。右上にあるメイクアソングボタンを押して後に出てくるページの左下にあるサインアップボタンを押してディスコード、Google、Windows のいずれかのアカウントでサインアップすると楽曲を生成できます。無料プランは毎日50クレジット10曲分作れます。商用利用不可です。商用利用される方は有料プランがおすすめです。ログイン後のページを開いてページの左上にあるクリエイトの部分を押して出てきた画面左上のカスタムモードを有効にすると楽曲を作るためのフォームが出てきます。カスタムモードの設定。カスタムモードをオンにしチャット GPT 機図で生成された歌詞をコピーします。スノー AI のリリックのところに歌詞をペーストします。作りたい楽曲のスタイルを入力します。曲のタイトルを入力します。オレンジの大きな枠のクリエイトボタンを押します。すると真ん中に2曲の音楽が作られるのを待ちます。曲ができたらマウスでクリックして曲を聴いてみましょう。気に入った方の曲にグッドボタンを押しておきます。続きを作るときは続ける曲の方のエクステンドを押して続きの歌詞を入力します。クリエイトを押します。気に入った曲は全体を取得しダウンロードして保存します。プレイリストも作れるので自分だけのプレイリストを楽しめます。スノー AI を使った作詞作曲の基本的な流れを紹介しました。もし今回の動画が役に立ったと感じたらぜひチャンネル登録ボタンを押してください。チャンネル登録していただくと新しい動画の最新情報が届きます。次回もお見逃しなく。皆様のサポートが大きな励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。またね。